株式会社リード社は東京都杉並区公園寺北に所在する日本の出版社。1960年4月に劇画制作スタジオ、斉藤、プロダクションとして創業しコミックの制作と出版販売業務を開始。1974年11月に斉藤、プロダクション出版事業部を分離し株式会社リード社を設立した。この関係で斉藤、 プロの制作の劇画は他社の雑誌に連載されている作品であっても単行本化、再刊は大半はリード社から SP コミックスとして出版されている。漫画誌を中心に様々なジャンルの雑誌、書籍を発行している。特に漫画の分野ではコンビニエンスストア業界との結びつきが深く大手コンビニエンスストアのオリジナルコミックスを多数、企画、販売している。 時代劇コミック誌、戦国武将コミック誌の市場において、コミックランコミックランツインズ、戦国武将列伝シリーズの出版により、独占に近い占有率がある。最近では、テレビ番組制作委員会への出資や、番組や、テレビコマーシャルの企画協力、著作権管理をする漫画キャラクターの商品化など、出版業以外にも参入している。以前は、 シュベール出版という成人漫画専門の子会社も存在したが2003年4月に倒産したことに伴いその経営資産などはリード社へ吸収統合されている創業から斎藤高尾の兄である斎藤起こりが長らく代表取締役社長を務めていた斎藤起こりが2016年6月8日に死去したのに伴い 怒りつかさの長男で専務取締役だった斉藤哲人が6月27日付で社長に就任している漫画誌ファッション誌漢字クロスワード誌その他雑誌株式会社リード社の求人情報株式会社マイナビ2021年9月26日閲覧平成19年3月に株式会社リード社と対等合併し株式会社サイトプロダクションを解散し 株式会社リード社を存続する。ウェイバックマシン、不法、斉藤を孤立化さし、新聞化通信社、二千十六年九月七日閲覧。リード社、新社長に、斉藤哲人氏、新聞化、二千十六年七月二十七日、橋本葵、市川一加藤すす等が執筆。リード社初の BL ウェブマガジン、ミモザが二月二十八日創刊 PR Times 2019年4月26日、閲覧。リードコミック、リード社、全国書紙番号、01027931、ジャックポット、リード社、全国書紙番号、00088844、本格長編ベストセラー原作の漫画家作品が読める。リード社発、ウェブ漫画メディア、コミックボーダー本日正午オープン。PR Times。 https://prtimes.jp/slashmain/html/rd/p/000055.000035072 と html2019 年4月26日日閲覧ありがとうございます。